ートレース若松パイナップルナイター西日本スポーツ杯、初日のラストカードはドリーム仙台12レースです。今シリーズの優勝候補と目される6人が登場。対戦メンバーは1号艇佐賀の森永純、2号艇愛知の天野明夫、3号艇山口の谷村和也、4号艇埼玉の石塚久也、5号艇愛知の杉山正樹、6号艇福岡の中田達也です。6艇これからボートをホーム側に移してきます。人気の中心は1号艇の森永純、前走地宮島で優勝して乗り込んできました1号艇森永、この陰線に期待の票が集まります。そして2コースは若松大得意、ただいま当地では4連続優出中です2号艇の天野明夫、3コースには3号艇谷村和也です。前半レースは5コースからのまっくり出し、初戦見事6枠を克服しています。4コース角の位置は前剣から注目集める4号艇の石塚久也、前半逃げて1着。5コースには5号艇杉山正樹、近況は地元の G2 で優出するなど絶好調。そして大里6コースが地元代表当地のフレッシュルーキー6号艇中田達也です。枠なりの3対3インコースから1番2番3番4番5番6番スタートしました。あまり差のないスタートになっていますドリーム仙台12レース。その後は1番2番さらに4番5番も出ていって1枠、逃げる1号艇森永、刺す2号艇の天野、握ったのは3号艇の谷村、2号艇振り込んでしまって危ないシーンとなっています。スタートは前提正常でした。先頭は1号艇の森永が抜けています。なお2番の天野は転覆のため失格となっています。これから2マークの旋回、トップで回るのは1号艇の森永です。続いて6号艇中田が仕掛けて刺す3番4番先頭は1号艇の森永で、レースはこれから2周目に入ります。トップ1号艇森永、2番手は4号艇の石塚、3番手は3号艇谷村が続いています。1マークを回ったところでは自己艇とレスキューがいます。2番の天野は転覆のため失格となっています。レスキューの外を回ります。先頭は1号艇森永純、2番手には4号艇の石塚久也、3番手3号艇の谷村和也です。その後ろは水が空いて6号艇中田、5号艇杉山、これから2周2マークの旋回です。トップで回る1号艇森永、2番手は4号艇の石塚、3号艇谷村、3番手上位3艇は1番4番3番で、レースはこれより最終周回です。さらに後ろは6番5番と続いています。これから3周1マークの旋回です。先頭は人気を集めていました1号艇の森永純、2番手が4号艇石塚久也、3号艇の谷村和也が3番手、さらに後ろは6号艇中田達也、5号艇杉山正樹、なお2番天野は転覆のため失格となっています。上位3艇は1番4番3番143の組み合わせ、3連単ノッツ 15.1 倍です。ラストターンマークを待って先頭で戻ってきたのは1号艇人気の森永純、まもなくゴールとなります。1番五輪、4番五輪、3番五輪、6番五輪、5番五輪、なおこのレース2番は転覆のため失格となりました。